みなさんこんにちは、タンポポちゃん兄弟のゆうなです。今日は水で潜ったり島の探検をしていこうと思います。私は今日星のかけらを浜辺で撮りました。今は5個しかありませんけど11個あったんです。で、2つステッキ作りました。じゃあ今日は初めに潜ります。どこかの海岸で降り、あ、やってた。どこかの海岸で降りることがあるから、それに備えてなんか道具持っておかないと。潜るときはいろいろポケットの中身をほぼ空っぽにすること、そういうことです。星のかけら夜って光るんだ、知らなかった。星のかけら光る、星から落ちてきたな。やってた、まあいいや。シャムロックステッキはいらない。スターのステッキは持っていく。真珠23個持ってます。これで海面ダイブ行きます。すぐそこに海の幸がいる。なぜだ、海の幸を呼んだのか、誰かが。これワカメか、やっぱ思った通りだ。イソギンチャク、言いそびれた。下の方がなくなったって美味しいんだね。上いた。もう下もいる。こっちかガチかで使うのは下。あれ。やっと捕まえた。またさっきと同じ。じゃあ次上行きまーす。どこだっけ？あ、あった。逃げてきた。あ、ホタテ。今日は真珠かレシピかどっちだろう。やった、ホタテ取った。ホタテ取ったので、いつも真珠増やしてます。レシピも出ます。レシピか？あ、やった、真珠1個プラス、やった。あ、ちょっとラコステ追ってみよう。何？これを割って食べることしかわからない。見てみよう。
じゃあ次は島の探検をしに行こうと思います。